ジャン・ド・ビエンヌは、フランス海軍のジョルジュ・レーク旧駆逐艦4番艦。艦名は100年戦争時の提督、ジャン・ド・ビエンヌに由来する。ジャン・ド・ビエンヌは、DCN ブレスト交渉で建造され1979年10月26日に、寄港、1981年11月17日に、浸水、1984年5月25日に、収益する。 1983年4月23日に、ブザンソンと命名都市の関係を結ぶ。ジャン・ドビエムルは、トゥーロンに配備され対戦線を主任務とし、海洋における初任務にあたる。1999年8月下旬、F791 コマンダンレルミニエと共に、トゥーロンを出港し、イギリスエディンバラ港に向かい、9月に行われる、ノーザンライト99演習に参加する。 2001年12月、R-91 シャルルドゴール空母戦闘軍の一員としてアラビア海に派遣される。2002年4月、F-70 型駆逐艦の中心部に亀裂が生じる構造的問題が明らかとなり、約半年間がかりで修理をする。2005年に南米各国を訪問し、2006年にはレバノン侵攻に伴い避難民救援作戦の アメレバノン派遣される。2008年1月に、トゥーロンにて訪問中のロシア海軍と合同訓練を、同年11月から2009年3月にかけて、ソマリア沖の海賊対策及び、第150合同任務部隊に参加するために、インド洋ペルシャ湾及び、アデン湾に派遣され、商船護衛の任に当たる。この期間中の2月下旬頃には、海上自衛隊、 AOE-422 とはだから、養生補給を受ける。アタランタ作戦にも参加している。エルイストワール・ディ・ウンラム・アベックル・ペイトラリエ、ラビテイラ・ジョポネ・トワダ、フランス海軍。ありがとうございます。